え、俺がスパイだってこと知っているのか？え、私が殺し屋だっていうの知られているのかしら？え、アーニャがほくろの声聞こえるの知ってるの？ダーミシー、はるか、ことね、あー、私たちはチェゴです。皆さん、スパイと言ったら何を思い浮かべますか？ルパン三世、スパイダーマンねえ、それスパイじゃないか。え、違うの？今ね、スパイといえば巷で流行ってるのはスパイファミリーなんですよ。おー、私見たことがないんですよ。え、あ、そうなの？はい、いや、めっちゃ面白いから見た方がいいよ。アマプラ入ってる？ディズニープラス入ってて、うん、で、行きの電車でちょっと見た。全然見れるってことだね。そう、見れる。もう1期全部終わったから、うん、マジで。そう、見れるし、10月からね、うん、2期が始まるんだけど、そう、待ちきれないよって人は、ちょっとこれ、マジで案件じゃないんですけど、少年ジャンプアプリで、多分今64話まで公開されてるのかな、うんうん、を一気に初回無料で見れるから。あ、そうなんだ。え、マジで、ほんとそれでめっちゃハマっちゃって、面白いから、ぜひ、二人も見てほしい。はい、わかりました。わかりました。早速、結構コスプレをしている人が多いので、うん、まずはコスプレをしていきたいと思います。はーい。レッツ、チェンコー。私たちコスプレイヤーさんでもないので。そうなんですよ。ただちょっとやってみたいなっていう興味本位でやったので、ちょっと多めに見ていただけるとありがたいです。お願いします。着てる洋服から誰がどの役するか、多分スパイファミリー見てる人は分かると思うけど、うんうん、絶対分かる。はるかみたいにさ、あまり知らない人のためにさ、言わない？そうだね、うん、私は、ロイド・フォージャーっていう役で、アーニャのお父さんの役なんだけど、うん、まあアーニャとは血は繋がってなくて、いろいろと事情があって養子縁組でアーニャをお迎えしてるスパイで、うん、黄昏という名前でスパイやらせていただいてます。よろしくお願いします。性別は男です。あ、そうです、はい、男です。私はヨレさんです。おお。詳しくは琴音で、見てないんで。いろいろと事情があって、うん、こことここが仮面夫婦を、あ、夫婦、そう、やってて、実はロイドさんは知らないんですけど、ヨルさんは殺し屋やってるんですよ。ロイドさん知らないの？そうだよ。知らないよ。やば。そう。ロイドさん知らないの。でも、アーニャは超能力者で、はい、人の心が読めるという超能力を持っていて、うん、でもそれでちょっと嫌われちゃった経験があって、うんうん、周りの人には誰にも言ってない。もちろん、この二人も、にも言ってないから知らない。うん、そうなんだ。やばい。っていうね、ちょっと摩訶不思議なファミリーのお話。本当に名の通りスパイファミリーですね。そうです。完全に。完全に。はい。それでは私、赤いカラコンをします。初めてだよ、赤いカラコン。赤いカラコンよく見つけたね。普通同期に売ってた、コスプレ専用みたいな。うん。そんなのあるんだ。そう、緑もあったんだけどね、ちょっと違う発色だった。そう、ガチでなんか虫の目みたいな。そう。豆乳、片方。苦手なんだよな。懐かしい。髪をさ、緑の時に使ってたプルームの緑を使います。私も同じく緑使います。え、やばい。殺し屋、殺し屋だ。茨姫の茨姫。けどさ、声ハスキーじゃない？はるか、めっちゃハスキーだよね。アーニャにぴったり。アーニャピン、アーニャピーナッツが好き。アーニャ酒とつまみが好き。わかりやすい。やだ、そんなに聞きたくない。咳が出てるんですけど、コロナではないので。結構風邪がね、悪化してるんだよね。そうね。おお、なんか視界が若干赤い感じするわ。そうなん。なんか、うん、怖っ。ベースは一応結構もう感染してるので。そうなんだ。こっから色っぽい、色味をね、赤っぽくしたメイクをたくさんしていきたいと思います。私は目がでかく見えるように。そうだね、お目目キュルキュルで。一番むずいんじゃない、男性のメイクが。むずいよ、うん、メイクをめっちゃしてるのに、してないように見せなきゃいけないから、うん、確かに。意外とナチュラルにしないといけないと思う。ロイドさんはまずめっちゃシュッとしてるので、超シャドウ入れます。はい、小手のお得意の超シャドウ入れる。得意って言わないからさ、シャドウってさ、ちょっとなんか、まあ、コンプレックスを隠すっていう意味でもあるからさ、あんま得意とか言わないでほしい。なんか、アーニャのさ、コスプレしてる人さ、結構、地雷っぽいメイクじゃない？そうだね。でも、緑カラコンが結構強いね。うん、すごい、いきなり壁にぶち当たった。ロイドさん、眉細い。
うわ難しいね。私眉毛太い。じゃあ眉毛を消す作業から入るってこと？アイナすっぴんだな。さすがにアイナすっぴん、ハルカすっぴんはさすがにちょっとアイナのすっぴん、ハルカのすっぴん、ほぼほぼ完成だよ、ハルカ。いや、アイナすっぴんでよかった。ヨルさん、鼻一本やもう鼻悪いからこんな細くできないよ、ね、鼻一本鼻一本やん。それダンスも似合いそう。マジ、うん、あの髪の毛もさ、こういう色でしょ、多分。魔法みたいな。そう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 。絶対いいじゃん。いい感じのホストになりそう。大地、あれってさ、弱い地だったらさ、めっちゃショックなんだけど。いいじゃん。絶対ナンバーワンだよ、ね。ということで、一通りメイクが完成したので、今からウィッグをかぶっていきたいと思います。はい。これで結構変わります。怖いなぁ。こちら。ブドウはいかが？え？ブドウはいかが？ちゃんと収穫されてさ、鮮度保たれるためにさ、網に入れられてるやつでしょ。そう。ここでどうなってる？完成しました。イエーイ。なんかさ、いや、違う、髪セット頑張ったんだけど、うん、もうこれ以上いかなかったの。できなかった。え、これ言ってんのかな？なんかさ、哲也さんみたい。東海の？東海の。え、しばゆうさんじゃない？服もね。そう。あ、それこういう感じだ。髪の毛のこの感じが、なんか。あの、サムネでさ、アーニャコスプレ。夜コスプレ。しばゆうさん。違うよ。あ、似てる。いや、むしろ素人だから。カツラおかしい。写真だって、写真これだよ。違う。ヨルさんは可愛いね。うん、いや、なんかオカマみたいだよね。オカマ。カツラいい感じじゃない？本当？いや、なんかさ、ちょっと橋本環奈っぽい。なんか若干パッと見。え、それ本当に言ってる？本当に。パッと見。怒った環奈、許さない環奈、橋本環奈。ちょっと違った。違った。ピンク似合うやん、はるか。え、そう。うん、似合う。いやさ、これ触ってみて、めっちゃ毛質いいから。あ、サラサラ。気持ちいい。はい。じゃあ失敗ということで。じゃんじゃん。父、最近面白い映画がある。ん？何の映画だ？ミッションインポッピプル。ああ、トム・クルーザーさんが、こう、スパースパーと、とってもかっこいいんですよね。ああ、あいつか。確か昔本物のスパイで千人斬りしたと伝説の噂とされているやつだな。本物を知る者は誰もいないとか。まあ我々の世界での噂程度だがな。よし、見てみるか。ワクワク。わあ、トム・クルーザーさんが拉致されて拷問されてる。はあ、助けて。許さないです。母強い。いや、しかし夜さん、もうお酒飲まないでくださいね。はい、すいません。まあちょうど新しいテレビ欲しかったし。いや、しかし新品いっぱいあるんだね、テレビ。トム・クルーザー、君たちにぜひとも会いたくてね。私は君たちの正体を知っている。え、俺がスパイだってこと知っているのか？え、私が殺し屋だっていうの知られているのかしら？え、アーニャがほくろの声聞こえるの知ってるの？実は私も似た者同士でね。君たちには我が国の戦力になってもらいたいんだ。何をおっしゃっているのか全然わかりません。報酬はざんまりある。協力しないのなら敵だ。右、左、下から。アーニャさんを傷つけるのは許しません。なかなか手強いな。まあいい、
これくらいで今日は完備してやる。でも本物のトム・クルーザーさんに会えて嬉しかったですね。そうだね、アーニャはトム・クルーザーさん大好きだもんな。アーニャピーナッツが好き。